祭りだ。祭り、祭り来てる。祭りのように来てる。これはニュースにも来るか、来るのか、よろしくお願いします。こんにちは皆さん。さあさあお立ち会い、バンカラ代表のイカシャ3人組スリミ連合がお送りするバンカララジオの見えなくなっちゃった、スタジアムじゃなくて広場にね出てたね、屋台がみこしみたいな出汁が出てたんですけど、来て、やっぱそうだ、やっぱそうだ。フェスが来週開催されるので、もう投票できるのか。よっしゃ。俺どうしようかな、投票。みんな決めましたか？ポケモンのコラボなんですけど、バイオレット、エヴァガーデンじゃない、バイオレットとスカーレット発売記念に出てきた、草、炎、水っていう選ばなきゃいけないんですけど、皆さんどこにしますか？はい。まあ、多分炎の人が多いのかなって個人的には思うんですけど、俺はどうしようかな。決めてないんですよ、まだ。決めてないんだよね。対決するのは、綺麗な花には毒がある。魅惑の二面性、草と、熱い友情でエンジン全開、やけどにご用心、炎、そして、エイ。共に乗りこなせビッグウェーブ、潤いあなたに水でーす、だって。ってことは、草が風花ちゃん。打つ方が炎。で、水がエイさんなんだ。やっぱエイさん水タイプだったんだね。いるもんね、ポケモンでもね。マンタロウって名前じゃないけど、マンタインっているよね。タマンタもいるわ、なんか。いや、でも、三つの、いや、どうなんだろう、どれが多いんだろうな。炎タイプが一番多いイメージあるんですよね。この3タイプの中の弱点が少なめ、水がそうなんだって。詳しいな。親しみを感じるだって、ほら、やっぱ、万太郎水タイプなんだ。やっぱり。いや、でも水についない草だよ。草についない炎か。マジで、どうしようかな。いつも A さんで決めてたんだよな。いや、どうしよう。待って、マジで悩む。みんなマジで悩む、これ。あ、ちょっとごめん、飛ばしちゃった。この話は止めてみてね、みんな。マジか。いや、もう選べんの、これ。うわー、選べる、マジか。いや、もう決めたいな。今すぐ決めたいけど。どうしよう。みこしもあるし。マジで気になる。どうしよう。おばちゃん、どこのチームがいいと思う？見た目はそうだね。ヒゲがついてるから水タイプかな。絶対このおばちゃん水だよね。水。ブルブルする。ブルブルするよ、これ、水で。街角インタビュー。そういえば、ヒデオさんも、クラゲの人に聞いていたので、僕もクラゲに聞きたいと思います。クラゲさん、あなたは、どのチームにするんですかね？やっぱりみんな答えてくれないよな。ちょっと、出て早く。この仮設トイレから出てきて。漏れる。なんか誰かずっと入ってる、この。ねえ。マジできついから。トイレをね、我慢できるのはね、トイレの遠くまでなんだよ。トイレの近く来たらなんか我慢が限界。なんかもう無理になるんだよ、トイレの近くまで来ると。早く出てきて、どんどん。出て、どんどん。なんかさ、こう見るとさ、タペストリー、縦のタペストリーやるじゃん。あれが炎だったり、水だったり、草だったり、いろんな種類あるんだけどさ。どれが一番多いかな？パッて見た感じ、炎が目立つんだよね。水が少ないイメージがあります。で、草もちらほら。水が一番少ないんじゃない？マジで。スプラトゥーンってさ、水タイプじゃないの？